初の駅は、北海道中川郡美福町和座富岡にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W55。1977年の初の駅と、周囲約500メートル範囲の状況。上が、輪っか内方面。輪っか内側に14線道の踏切。待合室は確認できない。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源においては、ブラク名をそのまま駅名としたが、その由来については定かではないとしている。しかし、位置する集落名は現在、富岡となっている。ただし、設置にあたって、地元で初の乗降場設置促進規制会を結成しており、 当初からこの仮上降場名が予定されていたと考えられる。稚内方面に向かって、左側に木造板張りの簡易型端式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅。稚内側にビフカ14線道の踏切があり、側にプレハブの待合室を持つ。駅昇格翌年の1960年には、年間乗降客数が57,700人。 1>, 1日、あたり57.7人に達していた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。民家の点在する田園地帯。約300メートル正方に並行して走る国道を望む。JR 北海道初の仮乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。